本棚で雑誌発見。図書館では資料によって並べ方のルールが違います。ここでは本棚でどのように雑誌を見つけるのかについて説明しましょう。雑誌を発見するには2つのポイントがあります。1つ目は配下場所です。オパック検索結果の配下場所を確認すると、図書館のどこにあるのかがわかります。二つ目は雑誌名です。図書と違い、雑誌はジャンル別ではなく、雑誌名のアルファベット順で並んでいます。雑誌名が日本語の場合は、ヘボン式ローマ字に直して考えます。それでは、オパック検索結果から説明します。検索結果詳細画面の上の方に雑誌名が表示されます。この例では、雑誌名の芸術新潮をローマ字に直すと、最初の文字が G になりますので、図書館では G の場所に並んでいるということになります。雑誌名の下に雑誌そのものに関する情報が表示され、さらにその下に所蔵情報、つまり名学が持っている号や置き場所に関する情報が表示されます。この例では、白金キャンパス、横浜キャンパスともに所蔵しているということと、それぞれのキャンパスにある号の情報が一括で表示されています。図書館のどこにあるかということは、青い文字の号の部分をクリックするとわかります。青い文字をクリックすると、この画面になります。まず、今年の分が1号ずつ表示され、一番左に配下場所が表示されます。例えば、一番下の号の場合は、63巻3号が横浜図書館の1階にある和雑誌のコーナーにあるということがわかります。他の年の情報を見るときは、年次をプルダウンメニューで表示させて、探している年次を選択し、一覧画面を見ることができます。白金の雑誌を横浜に、横浜の雑誌を白金に取り寄せて利用したいときは、個別の号の請求メモをクリックしてください。図書館内にあるオパック専用機のレシートプリンターでプリントアウトし、学籍番号とお名前を記入してカウンターに申し込んでください。探している号が図書館のどのフロアにあるのかがわかったら、そこに行って入手します。雑誌の並び順は雑誌名のアルファベット順です。日本語の雑誌名はヘボン式ローマ字でアルファベットに直しましょう。例えば、画面の例ではこのような順になります。この時、注意点が2つあります。1つ目は、刊行頻度です。雑誌名には、刊行頻度を表す言葉、例えば、期間、月間、隔月間、週間などが先頭につくことがよくありますが、並び順を考えるときには、これらの語は無視します。例えば、一番左の週刊朝日は、朝日
と考えます。二つ目は外来語です。外来語はヘボン式ローマ字ではなく元の綴りで考えます。例えば一番右のリサイクル文化はこの画面のように考えます。雑誌の種類によっても注意があります。まず、大学企業についてです。大学企業とは、大学が発行している学術雑誌です。大学企業は、まず、大学名のアルファベット順に並びます。例えば、画面の例では、左から、平成大学、明治学院大学、昭和大学のように大学グループが並びます。同じ大学の雑誌がいくつかある場合、その大学の中で雑誌名のアルファベット順で並んでいます。画面の例では、明治学院大学が発行している雑誌が左から法学研究、経済研究、心理学企業の順に並びます。次に外国雑誌についてです。外国雑誌も雑誌名のアルファベット順に並んでいますが、単語単位で考えます。例えば、画面の例をご覧ください。リビューとリビューズでは、このような順になります。図書と同様、本棚での並び方は、左から右、上から下になります。最後に、製本雑誌について説明します。図書館では、長く保存するために、雑誌を数冊まとめて製本していることがあります。製本すると、製本していない雑誌とは見た目が変わりますが、背表紙に雑誌名や号の情報を印字していますので、背表紙を見て探すようにしてください。大学生活に図書館を役立てましょう。